では両チームのメンバー、まずはホームの町田です。ゴールキーパー福井、今日は3バックを予想しました。深津、高橋、菅沼の後ろ3枚、高江と安井の中盤センター、右ワイドに奥山、左に尾長、ドゥドゥと平戸のツーシャドウ、最前線にはビニシウス、アラウージョ、こんな布陣を予想いたしました。一方のアウェーの大分です。ゴールキーパー高木俊、ウェービス、今日は6月18日栃木戦以来のスタメン、ペレイラ、そしてミサオの3バック、羽田をアンカーに右増山、左に藤本、町田と下田のツーシャドウ、前線は小屋と渡辺新の2トップ、この並びを予想しています。平戸、ここはグランドのボール、ワンタッチ流してきた、チャンスに入れてきた、もう一度フィニッシュ、最後は尾長の左足、コーナーキックです。グランダーボールで飛び出してくるところ、高江、まあ、ここよくディフェンスが、ね、体を抱き出してブロックしました、はい。まあ、かなり高精度の、まあ、裏へのパスも期待ができます。ドゥドゥ、高橋、フィニシウス、アラウージョ、あーっとずれた、なんか平戸へのパスはちょっとずれましたが、取り返したチャンス、奥山、右足、キーパー抑えの効いたいいシュートでした。そして町田のフリーキック、フィニッシュまで持っていきたいシーンでした。高木からのゴールキック、フィニシウス・アラウド倒れますが、プレーオン。さあ裏へドゥドゥ、チャンス、ドゥドゥだ、いや決定機でした、町田、スピード感がありました。後半戦がスタートいたしました。エンド変わって左から右に攻めていきます。ホームの町田ボールのキックオフで始まっています。早速拾ってドゥドゥ、横に通して平戸、チャンス、平戸入っていった、倒れた、いい PK、 後半の立ち上がり早々町田 PK 獲得。相手のパスミスさらってさらに入っていきました。自ら獲得した PK を、まあ、ボールをセットして蹴りに行きます。キーパーは高木、ふーっと大きく一つ息を吐いて、キーパー呼んでいましたが蹴り込みました、町田先生。47分、キャプテンの平戸自ら PK を獲得、そして蹴り込みました。高木も呼んでましたがね、もう少しインサイドでコースを狙うのかなと思ったんですけれども、思いっきりインステップで振り抜きましたね、はい、先制点の PK のシーンもプレスからのミスです。取り返した奥山、クロス、来た、ドゥドゥが入ってきました。コーナーじゃないですか、いいタイミングでドゥドゥが入ってきました。そこに奥山が低く速いクロスを入れていきました。ウェービスから浮かせて右の裏のスペース、渡辺を走らせます。スイーコントロール、渡辺から中の小屋へサポート、町田大和一旦後ろに下げて、さあ下田が運びます。左からはミサオ飛ばして藤本、ミサオへチャンス、中2枚切り返す、ミサオスイッチして藤本入ってきた、チャンス、右足、いい形でサポートを続けながら最後は藤本入っていきました。最後ブロックしたら復活ですかね、膝ついて手を後ろ組んで、いい左からの崩しでした。しあ、まあ、両サイドの交代であったりとか、ターゲットとしてのサムエル投入、まあ、サムエル自体も2ゴールしてますけども、それが町田戦ですもんね、2点ともね。そうですね、相性の良さ、まあ、ゴール前での高さ、そこシンプルに使ってくる攻撃も多くなるでしょう。三沢のクロス、そのサムエル、うわ、決定機でしたが、わずかに枠の外、あ、触ったのは菅沼ですね、はい、最後尾から運んで左足間で受けて反転します、梅崎、そして右に預けて、さあ右から仕掛ける井上、クロス入ってきた、右足サメル、うっとこぼれて、打ってない、泣かれた、左足入ってない、外、枠の外、最後は詰めた高畑、いやー、大分決定機でした。
久米崎、前を向く井上、オフサイドありません。井上のクロス、一山越えない。エドワルドネット、縦パス、サムエル、サムエルだ、大分同点。サムエル判定して左足一閃、強烈なシュートを突き刺しました。これで今季町田戦3点目。すごいシュートでしたね。アディショナルタイムに入って大分がゲームを振り出しに戻してみせました。これが要は町田のディフェンスからすると抗議しているのはこの戻りオフサイドじゃないのかっていうことなんですよね。後ろから浮かせて群れコントロール、ペレイラ倒れましたがノーホイッスル、取り返すシュートだ。右足振っていきました梅崎。さあまだ時間があります。7分台に入っていますが、あーここで長い笛、タイムアップのホイッスル。後半に入って1点ずつを奪い合いましたが、ここでタイムアップ。両チーム主力を尽くした1点、1戦は1対1のドロー。8月最初のゲーム、7位の町田、8位の大分は勝ち点1ずつを分け合う結果となりました。